有车，我没有。我没有。じゃあ疑問文はどうでしょう。まだ覚えてますか。孩子。孩子は何でしょう。子供です。子供ですね。はい。じゃあ疑問文、じゃあ子供いますか。你有孩子吗？そうですね。你有孩子吗？まあ、家ももちろん使います。家の時。この2つほとんど使い方が同じですね。ただ、否定の時ですね。否定。是は、不ですね。不是。不是。有は、没有。没有。否定の時だけちょっと違いますね。はい。しかも、一点だけ、不、一つ、不単独では不と言うんですけど、不是ですね。二世になりますね。否定の時。じゃあもう一回読んでみてください。不是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 。はい。